チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでマリーナミュージックセンター、 たどり着きました。上にギターがいっぱい貼ってあります。見えるかな。しかしこれは明らかにクローズしてません。またしても、あ、終わっちゃったんか。あ、クローズしてますね。残念。でも店内こんな感じ、すごいいっぱいある。残念、見せてくれないかな。おじさん入れてくれ。ちょっと聞いてみようかな。はい、ネクスト。入れてくれました。僕入れてくれました。わお、運よく入れました。すごいな。わ、めちゃ所狭しと。これ何ですか。ベースのギターみたいなやつ、あの6弦の。わあ、すごい。ちょっとグレードとかどんなものかは分かりませんが、とにかくいろいろあります。中古ですね。お、これはなんだ。これ僕の JMM みたいなやつ。はい、こんな感じ。すげえ、ヴィンテージっぽいのありますね。これなんでしょうね。ヴィンテージのツインリバブ。すごいのがある。ボックス AC30。 これは見たことないね。おお、いろいろあります。たまたまギターの調整に来てたお客さんがたまたま来て一緒に入れてくれました。5分だけ見ていいよって。このアコギめちゃくちゃいい音するんだよね。すごい、これ欲しい。すごい、ネックが太い。ブライアン・メイみたい。ただこれロットとか調整できないからどうだろうね。日本に持って帰ったらネックとか反っちゃうかな。ちょっとでもどうだろう、聞いてみよう値段を。この狭しとギターがございます。ちょっとゆっくりみたいな色々ね。今日5分しかダメなんで。すごい古いレンダー。これ何、ベースマン、ベースマンアンプですよ。わあ、これもすごそう。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、マリーナミュージックセンターに行ってまいりましたが、まあ、5分しか見れないよっていうことで特別に入れてくれたんですが、ということだからなのか、なんか店員さんがあんまり相手にしてくれなかったですね。なんかこれ売り物なのみたいな、いくらって聞いたら知らないみたいな言われて、めんどくさかったのか日本人を相手にしないのか、まあ分かりませんけど、今度改めて行ってどんな感じなのか確かめてみたいですね。はい、ということで、次のちょっと楽器屋さん、ギター屋さん行ってみたいんですけど、ちょっとお腹空いたんでね、ハンバーガーでも食べようかなと思います。ここはイン&アウトバーガー、イナナウトっていう、バーガー屋さんで、カリフォルニアしかないですね。東京で1回だけ、恵比寿で1日だけやったみたいなんですけど、めちゃくちゃ行列になったっていう。ここはカリフォルニアでも人気のハンバーガーショップでございますので、ちょっと行ってみましょう。はい、ということでいただきます。このポテトがマジうまくて、っていうのが店内でちょっと撮影禁止なんで撮れなかったんですけど、じゃがいもをそのままなんかこういう縦の機械で、こういう丸いじゃがいもあるじゃないですか、それを上からガガガガガってやって、下からジャガイモがこういう形にバババババって なるっていう、要はフレッシュな新鮮なポテト
を使って、作ってるので、これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。美味しい。ということでバーガーをいただきたいと思います。わ、すごいよこれ、すげー。あとこの辛いやつをちょっともらったんで、これこれこれ、お、めちゃ辛い、めちゃくちゃ辛い。いただきます。いや、今回はちょっとカリフォルニアはロサンゼルスに今いますけど、昨日まで2日間アナハイムっていうところにいて、ロサンゼルスから車で 2,30 分のところで、あのナムショーとか楽器の祭典をやるところですね、アナハイム。そこに、カリフォルニアのディズニーランドとディズニーアドベンチャー、カリフォルニアディズニーアドベンチャーかっていう2つのパークがあって、ディズニーランドの方にはスターウォーズのアトラクションがあって、カリフォルニアアドベンチャーの方にはアベンジャーズのアトラクションがあるっていうことで、僕は Hey down there! I bet this looks cool. Does this look cool? But I could use some help. Yes, you could. Sharon?僕の大好きなものが2箇所ありましたので、行ってまいりました。もう本当昨日クタクタで、今日寝坊して11時チェックアウトだったんだけど12時半ぐらいになっちゃいまして、で今、車を借りてロサンゼルスの国際空港の目の前のホテルに1回チェックインして、明日移動なので日本に帰ります。なのでチェックインして、で車でそのまま今、ロサンゼルスの市内で楽器屋を巡ってるっていうような感じでございます。インアンドアウト、インアンドアウトバーガーでございます。はい、ということで2軒目行きたいと思います。ただいまサンタモニカまで来ました。なんだろう、有名な桟橋とかね、あの観覧車がある遊園地とかがあるところでございまして、向こうが、海になってます。で、ちょっと Google で調べたんですけれども、トゥルートーンミュージックっていうお店がすげえ良さそうなんで今から行きたいと思います。本当はね、有名なあのノーマンズレアギターとか、インペリアルヴィンテージギターズとか行きたかったんですけど、今日水曜日でどうやら水木が楽器店お休みのところ多いみたいなんですね。でこれから行くトゥルートーンミュージックの方は、今日やってるということで、事前に YouTube の撮影 OK だよということで確認しておりますので、ちょっとがっつり行きたいと思います。皆さん楽しみにしててください。イエーイ、ここです、トゥルートーンミュージック。開かない開けてくれないよ。イエーイ、はい、Thank you。 はい、早速エフェクターがめちゃくちゃいっぱいあります。なんか買ってってみようかな、せっかくなんでね。でも日本でも手に入るのかな、どうなの、ちょっと僕はあんま詳しくないんですけど。あ、このロスのコンプとかフェーザーとかね、最近出たよね。ちょっとなんか試してみよう。すげえワクワクする。すげえいっぱいある。まあでも日本でも買えるものが多いんじゃないかな、わかんないけど。はい、ということでまずアコギがたくさんあります。あ、これ、僕が使ってるテイラーの黒いアコースティックギター売ってますね。いくらになったんだろう、やっぱり円安もあるけど基本的に値上がりしてるからね。お、1499ドル、1499ドル、もしかすると僕が買った時より安いんじゃないかな、わかんねえ、違うやつかな。なんかペダルがめちゃくちゃあるね。なんかレアなやつねえかな。とはいえ別に今なんか欲しいエフェクトあんまないな。トレブルブースターとかあるかな。これなんだろう、これめっちゃ気になる。あ、でもフェンダーから出てるやつなんだね、現行の。まあここは日本でも一緒かな。まあただやっぱ品数がすごい多いですよね。ね、でも日本もほらあのフェンダーのフラッグシップショップみたいなのがね
原宿にできたんで、ここもあれだね、カスタムショップオーダーできる店ですね。ヴィンテージっぽいね、ベースマンとか、ベースマンアンプ懐かしいな。僕これ中学校の時、学校の先生が、英語の先生がギターとか教えてくれたんだけど、その先生がこのねベースマン使ってて、ギターにいいんだよとか言っておすすめされた記憶があるね。これも何、これもベースマンやね。さっきのお店にもベースマンあったけど、ベースマン人気なんすかね。人気っていうか数が多いのかもね。このような感じでやっぱ空間が広いね。とにかく天井が高いし、フェンダー、まあ普通のフェンダーだね、現行のフェンダーでございます。日本の皆さんはそんなビビるようなところじゃないかもしれない、これに関しては。はいはいはい、このような感じでございます。ではではでは、奥に行ってみましょう。はい、ドドドドドドン。こっちは何でしょうか、いろんな、まあ、PRS とかいろんなブランドがあるのかな。こっちギブソンだね。あ、なんかフェンダーのジャガー、あれなんかかっこいい。まあ中古だね、こっち。あ、なんかかっこいいな。アンプもなんか見たことないのがある。マグナトーン、ギブソンでございます。あ、違う、これエピフォン、エピフォンだ。この辺エピフォンですね。エピフォンのレスポールとかもなんかめっちゃいいみたいですけどね。グレッチです。シーナリンゴファンの皆さん、これがグレッチです。グレッチですよ。ギターのブランドの名前なんです、グレッチというのは。お、なんかトゥーロックみたいのがあります。これなんだろう、トゥーロックっぽいけどトゥーロックじゃないよね。全然詳しくないの、これ。詳しいからコメントで教えてください。トゥーロックっぽいけどトゥーロックじゃない。なんかね、どうもこうちょっとゲテモノなギターが苦手なんですよね。って言って僕レッドスペシャルとかね、タルボとか持ってるからゲテモノか、あれが、あれこそね、あれこそゲテモノやね。もうこれ何かわいい。でも4つしか、4弦のダブル8ストリングスみたいな。ミニギター、イーストウッド、クリント・イーストウッドですかね。すげえ。ウクレレみたいなやつだね。このファイヤーバードみたいなやつかっこいいな。 T90 イーストウッド。イーストウッドって何の、俺初めて聞いたんですけど、知ってる人います？イーストウッド、ストームバード69。なんか試しに買ってってみたいな。これ何、トーンスイッチって書いてある。イースト出た、イーストウッド。イーストウッドとは、まあやっぱこういうフェンダーとかね、ギブソンかっこいいよな、なんだかんで言って。どうです皆さん、どのブランドが好きですか。なんかやっぱフェンダーとかギブソンのなんかこう安心感みたいなのあるけど、実際にでもほら物が多いだけにいいかどうかは分からないですよね。その本当にその要は使う楽器として。あのジャガーかっけえ。なんかやっぱフェンダー系が好きなんですよね僕。昔レスポール使ってたんですよ、子供の頃。レスポールから入ったんだけど、大人になってなんかやっぱフェンダー系がなんか好きになったね。Excuse me, can I try some guitar? Yeah. Thank you. Yeah, over there. It's your Mustang? Mustang? Sure. Yeah, Mustang. Wow, it's heavy. Mustang is so heavy. It's heavy, but $4,000. $60,000. I'll buy it. Hi, Mustang. Thank you.状態はめちゃくちゃいいよね。66年のフェンダームスタング、どうなんだろうね。フレットとかは新しいからリフレットされてんのかな。ムスタングの操作が分かんなくてこれがオン。
フェイズアウトするんですね。Tax amount is 10.25, so the tax on that would be 379. Versus if it was 4,000, it would be about 400, slightly over. 買っちゃおうかな。ということで、オリジナルということで購入します。 So let me take ちなみに僕初めてです、ヴィンテージギター買うの。アメリカでヴィンテージギター買うってなんかいいっすね。なんかドキドキする。オリジナルのクロス。お会計してきます。チャリーン。 You take away for free advertising. Free?Yeah, really? フリーで T シャツくれるんだって。やった。They will shrink after the first watch, so. あの T シャツくれるらしい。I guess that's the only thing that was missing. Yeah. All right. Thank you so much. Yeah, have a good night. Bye. Have a good night. Bye. チャンネル登録よろしくお願いします。初のヴィンテージギターを買ってしまいました。1966年のフルオリジナルマスタングでございます。やっぱ赤いギターかっこいいよな。赤いギターが最近増えてるな。ということで今非常にご機嫌でございます。今回は、ギターを見てね、ギター屋さんを見てどんな雰囲気かということで来たはずなんですけど、やっぱり買ってしまいました。サンタモニカでございますね。もう時間がなくて明日帰国するのでですね、他の楽器屋さんもう閉まっちゃうんですよ、こっち早く割と。今もう7時ぐらいなんで、7時には大体のお店閉まっちゃうんですね、楽器店さんも。だからちょっとまたの機会に来ることあればいろんな楽器店またね YouTube で紹介しようと思うんですけれども、今回はギターを購入するということになりました。本当に、最後までご視聴ありがとうございます。ということで今回の動画がもし よろしければですね、高評価、そして何はともあれチャンネル登録の方よろしくお願いします。これからもですね、皆さんが日常で楽しめるようなコンテンツとか活動を発信してまいります。ぜひ応援してください。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。イエーイ。はい、ということでまた会いましょう。